江戸川乱歩セーヌ川の白骨川底から白骨1867年の正月ごろからパリを流れているセーヌ川に人間の白骨がしきりに流れ出されてきたそのものすごい発見物に しかもそれがパリの父と呼ばれているセーヌ川から現れてくるのだからパリ市民は驚いたこのことは市民の好奇心をあおって寄ると触るとその噂で持ちきりのありさまとなったどうですまた出てきましたぜ。今度は肉のついた足というじゃありませんかセーヌ川も君の悪い川になりましたねえ まったくだが足だけじゃありませんぜ手も胴体も出てきたって話ですぜ何でもこれでもう3人分の死骸が出てきたっていうじゃありませんか前に出た白骨の分を加えると10人からになりますよ驚くというよりもむしろ恐ろしいことですねみんなそれが男の しかも屈強な男の死骸や白骨ばかりだというからなんとたまげたものですねひょっとするとセーヌ川には人間を食う魔物が住んでいるのじゃありませんかねざっとこういった調子で毎日のように人々はその噂に花を咲かせた拾い上げられた白骨や死体はそれぞれ死体置き場に運ばれたが どれもこれも皆筋肉の発達した頑丈そうな男ばかりであった皮膚の色なども灼道色に焦げていてその点から見るとどうもそれらセーヌ川の川底から現れた死骸は電源に働く農夫ではあるまいかと思われたいや検視官もそう鑑定してこういうのだった犯人は。 細胞に心得のある者に相違ないあるいは病院などで外科手術を見ていた兵士上がりの者の,の仕業とも見られるクロード警察署長も自分の意見を言うのだった監獄所属病院に働いていたことのある前科者かもしれないそれともあるいは肉屋をなりわいとしている者か この水団から警察では肉屋あるいはかつて肉屋塗性をしたことのある前科者に目をつけることになったとここに1833年からひっきりなしに監獄の厄介になっているシャール・アビネインというもう68にもなる老人が怪しいと思われだした彼は老人であるにもかかわらずとても頑丈な体の持ち主で その上大男で顔つきなども見るからにどう猛そうな面構えをしていたそしてこの男は今は市場へ出て買い場を売って渡征しているが以前は肉屋をしていたというのだから嫌疑はいよいよ深くならざるを得ないそこで警察から出張してセーヌ・カハにある彼の家へ捜査することになったのだが予期にたがわず果たして 彼の家の床や壁に生々しい血痕がついているのが発見されたそして小屋にはトウモロコシや麦や大豆などいろいろの農作物がぎっしり詰まっていたこのシャール・アビネインはさきにも言ったようにたびたび監獄の厄介になったことがあるのだがその罪名はいろいろである時は追い剥ぎある時は強盗 また、窃盗というふうで始末に負えない悪党だったそのため妻や子は愛想を尽かして数年前から彼とは別居していたそこで警察は妻子の方から何か手繰り出そうと考えて彼の妻を調べることになった彼の妻は尋問に答えて言うのだったシャールは最近に出国してから2度訪ねてまいりました 最初に来た時はもうずっと前のことで1年半ほど前になりますがその時はみつぼらしい封をしてまるで物乞いのようななりでやってきました別れてからは私は針仕事などをして長い間娘を自分の手一つで育ててきたのですからあの人が帰ってきたって何をしてやる義理もなかったのですがあまりかわいそうだったものですから とにかくうちへいれてやすませてやりましたそしてよごれたきものをあらってやったりまたいくらかのかねをあたえてやりましたそのときにむすめもそばからしきりにまっすぐなよあたりをするよういけんしましたがあのひとは「いままではみんなにしんぱいをかけてすまなかったがもうこれからはしんぱいしないでくれ」。 俺はこれから地味に元の商売を始めるつもりなんだからと言葉だけは首相らしく言っていましたがその話し方や素振りや顔つきなどはどうも改心した人らしくもありませんでしたので後で娘とどうだかお父さんの話は当てにはならないよと話し合ったことでございましたそれから二度目に来たときは 初めて来た時から半年もたってからでございますがその時は身なりも立派でお金もだいぶ持っている様子で財布を出しては金貨をチャラチャラ言わせていましたそして近頃買い場の仲買いをやっているがちょっともうけたからこんだけお前たちに小遣いを置いておこうと言っていくらか銀貨をその財布からつかみ出して私の前に置きました 私は私は娘と顔を見合わせて怪しいとは思いましたが突っ込んだことは聞きませんでしたその時を最後にそれから一度も来ませんまた会ったこともありません夢の中の殺人とここにまた。 例のセーヌ川の川底から出てきた死骸を死体陳列状に並べているのだったがそのうちの一つの首のない死体をそれは自分の父親の死体に違いないと言って申し出たものが現れたその男は道下という若者で毎日押しかけてくる死体陳列状の見物人の一人だったが行方不明になった父親が もしやその中にありはしないだろうかと思って見に来て不幸にもその多くの死体の中から父親の屍を見いだしたのだったしかしその死体には今も言うとおり首がなかったので警察では若者の言う言葉を信用しなかったというのは前にもそれは1876年のことだが セバスチンという男に殺されたマリーという女の死骸が現れた時それも首のない死体だったのであるがそれを自分の身内の者の死体に相違ないと申し出た者が1幾人もあって何が何やら分からなくなったことがあるからであるだから警察でも道下の言葉を早速には信用しなかったしかし道下はそれについてこう言うのだった 私はこの手だけでこれが私の父親であると断言することができます。この特別大きな不格好な手は何十本の手の中からでもすぐ見分けられます。その手は父親の手に相違ないのです。そして彼は父親が行方不明になった当時の話を付け加えた。私たちは ロングペリエに少しばかりの畑を持って暮らしていました父親は70歳ですが随分元気の方で体も非常に丈夫で毎朝会話を荷馬車に積んでパリの市場に持っていくのが仕事だったのですいつもの通り父は荷を馬車に積んで家を出ました私も後を押して二マイルばかりついていきましたがもうパリも近くなったところで 一人の頑丈そうな私の父親よりは少しばかり年下の老人に出会いました。その老人は私たちの荷場所を見ると、いい買い場だね。それは売り物かねと尋ねました。それで父親がこれから市場へ持って行って売るのだと言いますと、それじゃあ、 市場の値よりももっといい値で買うから私のうちまで引いてきてくれないかそこで金を払うからと言いましたそこで私は父親に別れてうちへ帰りましたがその老人が私のうちはモンテイン通りのはずれでそこに買い場小屋があるのだと言ったのを聞きました 父親はその老人について馬車を引いて行きましたが、それっきり父親は帰ってきませんでした。父親はその老人に殺されたのに違いありません。いや、その老人が確かに殺したのです。どうしてそれがわかるのだね。その老人と一緒に行ったとだけでは、 君の父親がその老人に殺された理由にはならないじゃないかそれとも他に何か理由でもあるのかね警察官の問いにその若者道下は実に奇妙な陳述をしたそれは一つの夢物語ではあったが不思議なことにその陳述は不説を合わすごとく事実とぴったり一致していることが後で分かった 道下は言うのだった。私は妙な夢を見たのです。夢の話なんか馬鹿げているとお笑いになるかもしれませんがあんまりまざまざと見たものですからひょっとしたらこれが霊感というものではないかと思うのです。父親を連れて帰ったその老人は家の中へ入るとなぜかすぐには取引をせず しきりに父親に酒をすすめていました。そのうちにだんだん時間が経って日が暮れましたので、父親はその老人の言うままに、その晩、そのうちに泊まることになりました。会話は納屋に入れ、馬は馬屋につないで、父親はその馬屋の隣にある小屋に毛布をかぶって寝ました。すると、真夜中頃、 さっきの老人が手に金づちを持ち父の寝息を伺いながら父の寝ている小屋に忍び込んできましたそして父が熟睡しているのを確かめると父の脳天めがけて持っていた大きな金づちを振り下ろしましたそうしておいてから小屋を出た老人は今度は 斧とのこぎりを持ってまたやってきましたそうしてそれで父の死骸をバラバラに切り離しそれが済むとバラバラになった父の死骸を運んでセーヌ川に放り込んだのですこの奇怪な陳述は前にも述べたように不思議にも事実と一致していたのであるがモンテイン通りの小屋から 事実血まみれとなったのこぎりとおのおよび金づちが発見されたのであったこの峠の夢物語を裏書きするような証言が今度は同じようにこの老人の教主に倒れようとして危うく逃れたレコンプトという男から警察の耳に入った奇怪な老人 レコンプとは言った。もう4ヶ月ほども前のことですがある日穀物を馬車に積んで市場の方へ引いて行きますと途中で仲買人だという一人の老人に会いましたその老人は私の穀物を見て私に売らないかと言いますから売ってもいいが値段はと申しますと 市場の相場よりもいいねをつけてくれましたので、その老人について、モンテイン通りの老人のうちに行きました。ところが、うちへ行くとなかなか取引をしようとはせず、疲れただろう。まあ、一杯お飲みとしきりに酒を勧めて、私を酔わそうとする様子がどうも怪しく思われましたので。 私はしきりに刺してくる杯の酒を老人の隙を見ては床に捨て飲んだようなふりをしていました。そして長話や酒盛りに日が暮れますとその老人は私に夜道を大金を持って帰るのは物騒だから小屋で一晩明かして 私は帰りたいのはやまやまでしたが穀物はその時すでに納屋の中に運び入れてあったので代金をもらわず帰るわけにもいきませんのでしかたなくその小屋に泊まることにしました。 しかし私は老人の様子が怪しいと思っていましたのでなかなか油断はしませんでしたちょうどうちを出るとき太いこ棒を持ってきていましたからそれをしっかり抱いて小屋の隅の方に転がっていましたとても眠るような余裕はありません一晩中 目を大きく見開いて寝たふりをしていました老人は夜中に何度もいろいろの用事にかこつけては私の寝ている小屋に入ってきましたしかしそのつど起き上がって何かようですかと私が聞くものですからどうすることもできずそのうちに 私はぐずんぐずしていてつまらない目にあっては損だと思いましたので東の方がしらんでくるとそっと小屋を出て納屋に入れてあった穀物をまた私の馬車に積み込んで慌ててそこを逃げてきました私がそんなにも用心したのは 一つは、酒場へ立ち寄ったとき、隣にいた男が、私を肘でついて、あいつは立ちのよくない男だから、気をつけなけれゃいけないぜとささやいてくれたからです。私に何か企んでいたのは確かです。用心はしていたのですが、 私は夜中に一度ちょっとトロトロと眠りかけました。するとかすかなドアのきしむ音がしましたのでふと目が覚めましたがその時老人は片手に岩ンをぶら下げて忍び足でそーっと小屋の中へ入ってきました。その時は私も声を出さず 何をするかしらと一つは好奇心で恐ろしくはありましたが目を細く開けて老人の様子をうかがっていました老人は入ってくると持っていた岩童を小屋の隅にあった木箱の上へ置いてその箱の影に隠してあった大きな 斧を引き出して、ちょっと目方を測るようなしぐさをしました私はその様子を見るとさてはそいつで俺の頭をやるつもりだなと思いましたからわざと何気なくもう夜が明けたのかねとこちらから声をかけましたすると いやなんだか納屋の方で怪しい物音がしたから見回りに来たのだが「お前さんは何も聞かなかったかね」とうまくはぐらかしましたがそれがとっさの口実であったくらいは私にもよく分かっていました。 断然に消えるこのレコンプトの証言でシャールが残忍無比な屠殺人であるということがいよいよ明白になってきたので警察はシャールを逮捕すべくモンテイン通りの彼の家を襲うことになった警官隊が彼の家を包囲すると老人は戸口から顔を出して「何しに来やがったんだ!」 おるさい奴らだ帰れ帰れと頭から怒鳴りつけたシャール・アビネイン御用だ御用なら入ってこい言うなりシャール・アビネインは戸をピシャリと締め切って姿を消してしまった警官隊が家の中へ侵入すると それまで窓際に仁王立ちになっていたシャールの姿が突然かき消すように見えなくなってしまったちょっとの間に一同はあっけに取られた形で呆然と突っ立っていたがやがてどやどやと部屋の中に踊り込んだそして部屋の隅々を視祭に調べ始めたしかし不思議なことには戸口以外には三歩を厚い壁に囲まれているのだが その壁はもちろん床もどこも靴で蹴ってみたり棒で叩いてみたりして丹念に調べてみたにもかかわらずどうしても秘密の出口を発見することができなかった探しあぐれた警官たちはまるで狐にでも騙されたように手をむなしくすごすごと引っ返さなければならなかったあいつは悪魔ですよ 人間を牛か豚のように屠殺するばかりでなく我々の目の前で消えてなくなるなんてまるで妖術使いのような技を心得ています警官の一人は探偵長に報告した後で復元したしかしいくらなんでもシャールが妖術を心得ているとは受け取れないその部屋からセーヌ川の岸へ出る抜け道があるに違いない 探偵長は自信があるもののごとく言ったしかしいくら調べても見つからなかったのですが警官は仏頂面をしてつぶやいた調べようが悪いのだキャツのコクグラが3棟あるからそこへ武装した警官を張り込ましておけきっと捕まえてみせるだがキャツはよほどのしたたか者だから 油断なく厳重に警戒しているいいか俺はこれからモンテイン通りのシャールの家へ出かける命令された警官は手配をしてセーヌの川岸の彼の国蔵を厳重に見張ることとなった探偵長がシャールの家に押しかけた時表戸には錠が下ろしてあったシャール・アビネイン開けろ探偵長が怒鳴ると シャールはまだ逃げもせずうちの中へいたと見えて、うちからシャールの人を食った声が響いてきた。やかましいここは俺のうちだ開けようと開けまいと俺の勝手だ誰が貴様たちを入れるものか部下の者は探偵長の命でドアを叩き壊した。 どかどかと部屋の中へ警官の一体が踊り込むとなんと人を食ったやつか悪びれた風もなくシャールは公然と部屋の中に突っ立っていたシャール・アビネイン、神妙にしろ。探偵長が厳かに叫ぶと同時にシャールは何か呪いの言葉を吐いて突然床の中に陥落してしまった。 床に仕掛けがしてあったのだ床の一部を踏むとそこに巧妙な隠し戸がこしらえてあってバネ仕掛けで床が沈むようになっていたのであるシャールの逃げ道にはすでに見当がついているもはや袋の中のネズミも同然だ下半のコクぐらへ出ようとしたシャールはそこに張り込んでいた警官の一帯に出っくわさなければならなかった 両方の出口を塞がれたことを知ったシャールは3日間そのコ蔵の中に籠城して警官隊と対峙していたが精魂尽きてついに激しい格闘の末、逮捕された。その時の彼の力はとても68歳の老人とは思われぬくらい7人の屈強な若い警官をヘトヘトにやっつけた。 たく死死奮陣の勢いであった。警官の一人は化学骨をくじかれ、一人は肋骨を一枚折られた。法廷に立ったシャールは、平然として、戦律すべき在下の数々を語った。彼は、人間の魂を持っていない、鬼畜のような男だった。人を殺すということは、 彼にあってはハエをたたきつぶすくらい容易で簡単なことでそのために彼の心がどう痛められることもなかったお前はそれらの犠牲者に対して何か恨みでもあったのか裁判官の尋問に彼は答えて言うのであった冗談じゃないその日初めて会った人間に。 誰が恨みを抱くものか。しかし、そんなに人間を殺しては悪いことをしたと思うだろう。いちいち後悔なんぞしていちゃ、人間なんて殺せませんや。品物を取ったあとは、持ち主も一緒に片付けた方が世話がないから殺したまでの話さ。馬や車はたたき売れるが、 人間の死骸ばかりは始末に追えねえから、川へでも捨てるより仕方がありませんやね。後悔どころか、私は面白いことをやったと思っていますよ。公然と嘘吹いた。ついに死刑を宣告され、最後に何か言うことがないかと聞くと、裁判長は、 私が死体を切り刻んだと言いましたが、私はそんな不器用な真似はしません。これでも私は医学の方式によって立派に解剖したつもりです。どうかこの点は明らかにしておいてもらいたいのです。と、変なことを言って、商用として、 死に着いた。